皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの刺身です。アボアボ。ボンちゃんです。はい。はい。ということでやってまいりました。やってまいりました。まあ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 、突っ込みところいっぱいあると思うんですけど、まあまあ、今日はね、ちょっと、まあ年末スペシャル企画、クリスマスと年末をまたぐという、まあ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 、スペシャル企画ですね。はいはい。ということで、こちらねゴルフ場で来ております。はい。大阪府にあります、高槻ゴルフクラブさんにお邪魔しております。ありがとうございます。いやいいっすね。いいっすね。この感じ。いいっすね。もう超フラット。はい。河川敷の、ゴルフ場になるんですけど、はい、パー70あって、で結構ね、ドレスコードもなし。自由で。はい、自由。で、すごいゴルフをね、こうカジュアルにすごく楽しめるゴルフ場になってます。はい。今回はここを庭にしてる、はい、まあ、ゲストさんが。はい。来てくれるということで、ここの主ですね。そうですね。はい。呼びましょうか。呼びましょうか。ということでお願いします。お願いします。礼儀が正しい。礼儀正しい。礼儀正しいんか知らんけど、頭をえらい下げますね。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。待ってました。2年ぶり。待ってましたよ。汚いですね。いや、僕はね、今回で4回目、はいはい、皆さんにいろんなコメントいただき、はい、真摯に受け止め、はいはい、シャツもちゃんと入れて、うん、もう髪の毛も切って、はい、もう皆さんにね、ご迷惑をおかけしないように本当に今日は頑張らせていただきます。ありがとうございます。絶対1ミリも持てへんっていうわけねえだろ。シャツなんて入れるわけねえだろ。アンチするやつなんて暇人のすることなんだよ。はい、行きましょうか。バカ野郎、やってやるよ。ということでフラミンゴくんね、はい、フラミンゴお願いします。久々の登場です。よろしくお願いします。お願いします。やっと来てくれましたね。やっと呼んでくれましたね。マネージャーが NG ずっと、ね、来てたんで。え、だってもうこれを流れる頃には10万人いってるかもしれないでしょ。そうですね。はい。まあ、ここでちょっと減るかもしれないですけど。一旦調整期間。調整をお願いします。はい、行きましょうか。はい、行きましょう。はい。まあ、話したいことは、回りながらね。はい、回りながら。ここは、ちょっと危ないんで。あ、そうだ。早いね。早い。セルフで、手押しカートなんで、もう歩く時間めっちゃあるんで、皆さんその間にね、会話を楽しんでいただけたらと思います。行きましょう。乗るやん。はい、もう乗る？パー5、475、はい、もう打ちます。ちょっと待って。T 刺さらん。 T 刺さらんっていうか T 持ってない俺。さあ久々やな。いいっすか。どうぞ。いいよ。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。します。今日はなんか縛らなくていい、うん、思い切って。じゃあ思い切って自由に。はい。しょー。うわー。おぉ。うわ、飛んでんな。天ぷらや。低いから。なんかもうお前とゴルフ嫌やねんな。先輩のええとこみたいな。ゴルフの感覚がなくなってくる。全然俺準備できてへんわ。ハリハリ。え、めっちゃ最高やん。お願いします。お願いします。まあ年末なんで。え、右はセーフ。年末なんでセーフっす。全部そうやな。隣のコース行ったらワンペナで持ってこなダメです。こっちに。年末でも。年末でも。厳しいな、うん、年末やのに厳しいな。年末厳しい。あ、年末やのに。年末や。あ、耐えたんちゃう。耐えた。戦場やな。あんなちっちゃい山に当たる。これお前やっぱスイング改造してるからフックが少なかった気がする。なんかやばない、あのスイング改造。すごい。正直言っていいですか、あんま分からんかった。マジ正面から見たわ。お願いします。お願いします。さあ、グレイテストショーマン。どういう意味。
これはバンカーやね。いや、多分超えるっすよ。ほら、超えた。よっしゃ、ラッキー。さすがグレイテストショーマン。グレイテストショーマン、体回ってないけど。なんかこの感じもいいっすね。この感じめちゃくちゃいいな。これさ、引くん、押すん。え、引く系？押す系ではないでしょ。あ、けど押してもいいかも。押すのあり。ちょっと、コントロールできてない。電動？電動これ。電動？これ電動っすよ。え、電動いるんだったんですか。僕のここグリップエンド押したら進むっす。え、一人だけ電動借りたの。電動有料で払いましたよ。え、言ってや。結構今もう全然言うこと聞いてない。言うこと聞いてない。電動、あ、電動おすすめしないぞ。言うこと聞いてないやん。馬力強すぎだろ、電動。暴れ回ってる。でも引く方が楽かな。絶対引く方。引いて手に力入れてない方が楽かも。押すんは多分。押すん結構パワーいる。下に落ちるから。え、なんか海外でゴルフしたことないけど海外みたいな。まあ、全英オープンですからね。芝が。全英オープンやから。センターのリース。ちょっとあの後で言おうと思ったんですけど、今日ボンちゃん遅刻したんですよ。僕が昨日30分前ぐらいでいいですかって言ったら2時間ぐらい電話で説教されて、そんなわけあるかいと、いつちゃんと1時間前に来るのが礼儀やろって、この人遅刻しました。僕ちゃんと1時間前にそうアラーム設定早くして、僕7時半に着いてて、そしたらあのフラミンゴ君も入場してきて、でそしたらあのそういう内容聞いたんで、うん、全然来おへんやりたい。ほんまにびっくりした。来た瞬間バリ笑ってるし。もんちゃんこの辺じゃん。あ、けどあれはワンペナ、ワンペナ。ワンペナ打ってええんやろ。いやいや、横に持ってこないです。これマジ、これマジ。僕一回知らんと打っていいんかと思って横行った瞬間、うん、ここのほんまの主みたいなおじいちゃんにキレられた。お前こんなとこ打つなって。見た目やろそれ。見た目でキレられ。見た目そこ。フラミンゴ黄色？黄色。当たり悪くてオーバードライブか。これ点々、何緑点々。緑点々が基準？あれキャロウェイちゃうわ俺。せやろ、もうちょい後ろやで。あの山で跳ねとったもん。誰言ってだから言うと。これかあった。ありました。ワンペ、ワンペ、ワンペからツークラブかな。うん、ツークラブで行こう今日は。まあ、年末やし10クラブでもいいよ。何ヤード？206。206ヤード。うん、めっちゃ肩言うてたな。楽しみっすね。まだグリーン俺らやってないから時間なさすぎて。4番やんで。ちょっと風景が違いすぎて打てるかな。いい、ナイスショー。いいよ。うわ、乗る。ナイス。乗った。嘘やん。ナイス。完璧や。今のおかしいって。八百長やん。なんか風景が違いすぎて距離感とか球の飛び方とか全く違うように見える。人生で3回、2回目ぐらいなんかおじいちゃんみたいなゴルフした。手前からツークッションぐらい。電動なってる。ボンちゃんのカート電動や。電動した。電動カードなんで。フォローやな。9番で162ヤード。マントビやん。9。お前もマントビやん。多分ちょっと濡れてるからフライヤー系になると思います。あ、上から潰しすぎたか。いや、いい、いいのか。どっちなんだい。あ、手前から枠上。硬っ。え、ちょっと待って、なんで二人とも河川敷の回り方知ってる。普通。え、三重県と河川敷は手前からやろ。電動、電動よ。言うこと聞いてないよ。早い早い、飛ばしすぎ飛ばしすぎ。はしゃぎすぎ、はしゃぎすぎ。はしゃぎすぎよ。ちょっとまだ一番ホールやからね。
まだよ。まだ1回しか打ってないから。はしゃぎすぎよ。久々なん分かるけど。え、マジ？めっちゃ近いやん。ボンちゃんめっちゃ近い。3段目俺パンオンした。え、ロングここ。パンオン。何これ？ミドル。2段目。え、これロング。バーディーバット。なんで？え、ボンちゃんワンペナやったんすか？ワンペナ。ダサ。何やろ ?134。134何番？ピッチング抑えました。ピッチング。ああ、一人知らんな。一人知らんな。初心者？回り方知らんな、おい。せや、仕込まれてる。仕込まれてますね、これ完全。回り方知らんの？なんか距離満飛びしてるって。楽しいな。え、これほんなちっちゃい声でも拾われてるんですか、これ。全部拾われてる。やめろ。絶対大変やつ。小学生や。30っすよ、僕もう。僕3月結婚して。おめでとうございます。2人来てくれたんですよ、結婚式。ほんな僕の知り合いとかがね、ボンちゃんと刺身くんの後ろ通って、多分ライブ配信してたんかな、刺身くんが。うんうん、ああ、してた。そうそう、それを多分見ながら後ろ通って、その僕の知り合いが、うん、スクショして、その3人の後ろ通った時YouTuber とコラボって LINE 来た。そんなんしてたんよ。ちょっと待って、あれボンちゃんですか。ボンちゃんめちゃオンとか言ってだる。今のオンの言い方だる。遅刻してるくせに。遅刻してないやん。したしたした。だって僕は30分前でいいですかって言ったら、あかんって言って1時間前ぐらいに来ないとって言って2時間怒ったのに、あなたほんまにきっちり30分前弱ぐらいで来てるから。大阪こんがり障害事件発生。障害事件。大阪こむな。ただほんまにこむ。こむな。下道長いでしょここ若干。長い長い。10キロぐらいあるから。そのちょっと待って、むずない放題。見せようか。お酒打ちましょうか。ああ、お願いします。朝から見せる時が来たか。めっちゃ開いてるやん。もう日本オープン行ってイメージマックスやから。うまっ。ナイス。うまっ。ナイス。見た今のロブ。朝一からできます今のロブ。できへん。これでもグリーン柔らかいな。グリーン今のね、今のでもディポットついた。グリーンちょっと柔らかそうやな。柔らかそうやな。53度で。早い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 。早っ。知らんな高槻。高槻知らんな。今の出だいたわかったよ。ボンちゃんが遅刻したせいで僕ら練習不足ですもんね。ほんまやボンちゃんのせいや全部。なんで練習してなかった。いやしかもほんまそれでなんかボットン便所嫌やからとか言っていちいちクラブハウス戻ってうんちしに行くし。いやマジあれなかったらやばかった。早いねグリーン。グリーン仕上がってるのいいな。仕上がってる。秋足。うわー入れたいねバーディー。フックすら。カモンボーイ。おう。おー。オッケー。ここめっちゃむずいんじゃん。いやグリーンほんまにその辺のその辺ってあれやけど。多分この辺っすね。見ました。え？この辺。やっぱり。しゃ。えぐい。ワンペナでバーディーやめてや。えぐい。アザアザやな。だいぶアザやな。アザアザだる。全部バーディー取れるやんここ。ナイス。いいね。いいね。VC。あ、これ渋いって意味です。VC。V6 ね。古い。古い。
まあ実質短いからバギーはパーみたいなもんか。ここでボギーパー取る人はおれへんね。俺パーや。失礼しました。スーツで決めてきてパーや。でもこの調整だ全部パーでいいじゃん。全部パーの方がかっこいい。まだある。なんかいや俺僕ね、あのなんでこれ着てるかっていうと、はい、あのまあフラミンゴ君結構いろいろやらかすじゃないですか。はいはい。あのいつでも謝れる。謝罪謝罪もう謝罪から入る。謝罪動画、まあ、さっき謝っとったら何でも優秀でしょ。さっき謝っとくパターンありかもしれない。謝罪動画2本ぐらい撮っとく。絶対謝らん。お前頭下げて出てきて。雰囲気がイギリスやから。いやでもほんまなんかそんな感じするな。うん、だからちょっとね、しかも年末年始やしね。そうや、いまだにあの伝説のこけた動画コメントくるっすわ。あれゴルフ YouTube 史上一番おもろいと思うんですけど、ね、自分で言うのもあれやけど、いや一番おもろい。ここ楽しい。俺ら青からでええんかな。青からで、あれ白から打たんかった最初。白しかなかったんですよ最初。いやいや、ほんまにほんまに白しかなかった。なんでな。 I don't know。 122どっす。手前からやな。風フォロー。あー、52で届かん気がするな。グリーン自体は柔らかいと。けど早かったですね。そうやね。打っていいですか。どうぞ。ん？ピー？52で打ちました。52いったん。ナイス。何ヤードって？122。あーいいね、やっぱいつも通りのことしよう。当たり前でいつも通りのことしよう。やっぱ入れ方が下手やね。慣れてないからなんかあのスマートじゃないよな。久々に水打ちした。これ僕のタオル使ってくださいね皆様。あざす。ブラシもついて。そうか、タオルいるんか。ブラシもついてます。 P でね。ゆっくり打っていたな。風が逆か。ナイスオン。よし、いつも通りしよう。そうそう、当たり前のことは当たり前に。言うほど慣れてないな。人に言うほど慣れてないな。ちょっと怪しい。撮影の時しかせんから。言うてもてない。僕も P で。僕に集中してるだけでアンチ。二人の方がひどい時あるから余裕で。俺撮影しかゴルフせんから。そういうことか。うまい。あ、いやー逆風になった。あー、むずい。はい、ボギー。ナイス。はい、絶対ボギー。絶対ボギーやん。100よらん。いや、河川敷ってマジで風強いんですよ。そうやな、なんか、うん、風マウスしかも一定じゃないです。クラブハウスのとこ弱かったのに。いやほんま川の近くと、あと遮るもんなさすぎて。これは何川の近くなん？これ淀川。ああ、いやなんか、あ、ちょ待って。下手くそな。ハチが入ったり無理やり。カートマネジメントできてない。カートマネジメント。いいな、その言葉。あ、この森の香りがいいね。森の香りなんかします？なんならなんかコンクリートの匂いするんですけど。工業の香り。激ムズやん。なんかええな、そこ。60度で。てっぺん。見晴らしがめっちゃいい。60。うまっ。うまっ。え、江口ナイス VC。 VC です。 VC。 さすがイギリス人、慣れてるな。ああ、まあまあ職人。 VC ノーケノーケノーケ。急にガチになってる。ナイスナイスパーはあ。 100% よらん思ったけどな。すがやな、セントアンドリュースで慣れてるな。まあまあ庭みたいなもんなんでね、セントアンドリュース一回回ってるからな。うん。3回ぐらい回った。
あ、セントリックス。これそんな早いの。は？あ、怪しいな。あんなもんもう固めつぶってでも入りますやんか。固め、固めない。一応巻く。巻く。怖いよ。うわあ、ボンちゃんの。これ俺が一番ボギー来るかもしれんな。いやいや、絶対刺身くんやった。見に行ったけど。いやーこれ青木さんね。いやー青木さんね、これは難しいですよ。青木さんね。青木ができへんのかい。とばり少子化できる。とばりも似てないな。いやー青木さんね、これボンちゃんの難しいですよ。あ、打った。いや、それはやってるわ。やった発動した。いやー青木さんね、これはやりましたね。そうだね、今のくだりだね。青木さんでできた。いや、マッケロンがさ、からね、ここマッケロンが目があるんだから、これさっき打ちましょうか、ライン強いし。キレキレでもね、スリーパット仕掛けだったからね。いやいや、青木さんね。サトシでもね。青木さんね、ミンゴさん先に打つみたいですね。ナイスパー。ライバル視すな、俺。先輩、今日は胸借りさせてもらいます。いや、やべ、絶対プレーで、プレーの方じゃないやろ、お前。うまいなぁ。なんか、早い。こっちからは重いよ。まあけど、思ったより傾斜あったんかな、ボンちゃんとか。だって前のホールもまあまあ強かったもんな。ガッシャン見とったもん。全然タッチやってないよ。カモン、カモン、わーい、入れ入れ。オッケー。カップ越えてんの。あれ厳しなった。合ってないうちに厳しなった。はい、単独首位。厳しなって、うざなってる。はい、単独首位。プロ相手にレッスンプロが単独首位を取っています。マウンティングしてくるな。サムネできるやん。ティグロード狭っ。畳1畳ぐらいしかない。ということで2ホール終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね、年末スペシャルということで、高槻ゴルフクラブ回っていきますので、ワンオンさせよ。ここからまた面白いホールが続いてますので、ぜひ皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、あ、間違えた。単独リーダー、単独リーダー、単独リーダー。誰もおらん。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。もう全然言うこと聞いてない。言うこと聞いてないよ。